期待です。千秋楽で関脇のこの両力士が対戦、楽しみな一番。去年の9月場所以来5度目の技能賞獲得、今日は大関昇進のためにもぜひ取っておきたい12勝目琴美月。新関脇で堂々の勝ち越しです。朝青龍立ち合い、朝青龍しっかり琴美月出る、押す、押し出し琴美月、12勝目を挙げました。琴美月のこの力強い攻めですよね。やっぱり今後こういう風な、この前に攻め込む鋭い相撲を取ってほしいですよね。